行藤波慎太郎さん、ストレートの回転数1865。くそく、もうナックル投げろ。回転軸綺麗でホップ成分高いのに回転数自体が低すぎて垂れてるっての見て笑った。ここまで低いと回転軸が汚い方が打てないだろうね。遠に行くけど、指長いやつは回転数多めなイメージやけどちゃうねんや。なんか一球ごとの回転数のブレもすごいって聞いたんやが、フォームもリリースポイントも安定しないやつだからな。回転数低すぎる160キロとか魔球のようなイメージやけどそうでもないのか。フォークナックルチェンジアップ、藤波のチェンジアップはなんかものすごいところにすっぽ抜けてた。スタッツ見たわ。ナックルで覚醒とかはまあ無理か。中途半端な回転数は良くないけど低い方にブレてればそれは悪いことではない。低すぎるとこで安定するならそれも武器にはなるけどな。ブレるのはリリース安定してないだけだから論外。この前のピッチングフォーム見たら担ぐような投げ方してたよな。あんなことしたら回転数落ちるわ。わざと回転数落としてるようなフォーム。藤波には投球理論教えた方がいい。やってはいけないことを積極的にやってる。たまに都市対抗でこのレベルの回転数の投手おるわ。坊主にしたくないという理由で高校入って野球やめたわい。でも彼女と野球観戦行った時にイベントブースで測ったら2500は超えてたで。ブレ幅は大きいと思うわ。フォームが変わるから藤波には上から下に投げるやり方を教えないと。藤波は積極的に下から上に投げてる。理論上おかしいことしかしてない。松井弘樹だか速本が回転数お化けやなかったっけ。わざと回転数落としてるならわかるけど意味ないし、わざとでもない。回転数は平均からずれてるほど打ちにくいから低いなら低いでええ。先発では微妙やけど1イニングしのげればええ。リリーフならむしろ武器になる。問題は球をコントロールできてないことの方や。どのくらいのライン下回ると魔球になるんやろな。2000前後は打ち殺そうや。何時民、回転数は多いから良い、少ないから悪いではなく平均から離れてるほど良い。またお前ら知ったかで適当超えてたんか。WBC 今永が2600でメジャートップクラスって言われてた気がする。ナックルボーラー藤波慎太郎。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。